こちらの動画は、以前アップしたものをまとめた総集編になります。それでもよろしければ、ゆっくりしていってくださいね。皆様こんにちは。私、この度中国の古典的兵器について、解説役を担当することになりました、メイリンと申します。どうぞよろしく。まず最初にお話ししておかなければならないのですが、ウプ主は私たちゆっくりキャラの元ネタが何かとかさっぱりわかっておりません。ですから私の声とか口調とかも、適当なイメージで決めてるので、何卒ご了承ください。さて、こちらの動画では中国で古代から前近代くらいまでにかけて使われた、様々な兵器について解説していきます。ちなみに中国では刀や槍などの、いわゆる武器についても兵器と呼んでおります。要するに戦場で戦うために使われた道具を総称して兵器と呼んでいるわけですね。第1回目の今回はそうした中国の兵器についての基本知識について話していきます。まずは兵器の起源についての神話からお話ししましょう。太古の昔、中国は炎帝神王によって支配されていました。神王は医療と農耕を司る神と言われています。神王は石を使って武器を作ったとされており、これは人間がまず石器を使って武器を作ったことを象徴しています。神王に代わって帝位についたのが皇帝です。皇帝は玉を使って武器を作りました。玉とは翡翠のことですね。しかし玉製の武器は高度に問題があるため実戦では使われませんでした。玉の武器は美しかったので儀仗用、装飾用として使われました。本格的に戦場で使われたのは金属製の武器です。金属製の武器を最初に作ったのは皇帝の臣下であった子竜と言われています。子竜は炎帝神王の子孫で、鉄の頭に銅の額、獣の体、目が4つに手が6本、という奇怪な姿をしていたと言われています。さらに霧を発生させ空まで飛んだそうですよ。まあ怖いですわね奥さん。子竜が作った武器は、剣か、矛、戟であり。さらには外交や土まで発明したと言われています。子竜はこれらの武器を使って数々の諸侯を滅ぼし、さらには帝王の座を狙って皇帝に戦いを挑みました。子竜と皇帝の軍隊は現在の河北省の宅麓で激突し、一進一退の攻防を繰り広げました。これが中国神話において有名な、宅麓の戦い、です。最終的に皇帝は、娘の罰の力を借りて子竜に勝利し、子竜を処刑しました。ああん子竜様が死んだ。しかし子竜はその武勇と、様々な武器の発明者であったことから軍神と崇められます。以上が兵器の起源となった神話の内容です。さて、次は中国の兵器における分類についてお話しします。最も大雑把な分類は、中国では火薬を使うかどうかで、霊兵器、と、火器、に分かれます。霊兵器とは刀や槍のような、火薬を使わず自らの肉体をエネルギーとするような武器のことです。火器とは銃や大砲のような、火薬の爆発力をエネルギーとする武器のことです。霊兵器には武器の性質によってさらに細かい分類があります。槍や矛のような長柄のついたものは、長兵器、と呼び、剣や刀のような比較的短いものを短兵器と呼びます。中国には両手で扱う刀剣である双子剣や両刀といったものがありますが、一応これらは短兵器に属するみたいです。まあ、ぶっちゃけそこら辺の基準は結構曖昧なものがあります。弓矢、矢と、のような刀射武器のことは射兵と呼びます。杖、矢、弁のように打撃を与えることを目的とした武器は打兵と呼びます。流星水、や、急接弁、など紐状の性質を有するものは、軟兵器、と呼びます。
献血神、や、銅、など隠し武器に当たるものは、暗器、と呼びます。打兵、軟兵器、暗器に属する武器は、分類が超兵器、単兵器、遮兵と被る場合があります。以上が大まかな兵器の分類法になります。霊兵器は火器が登場するまでは戦場武器の総称でもありました。時代によって主要な武器は変わってきており、これは時間の流れとともに新たな武器が増えてきたことを意味します。数多くの武器の中から18種類を選び出して、操る技術のことを18般武芸と呼びます。この18般武芸は時代や戦者によって一定ではなく、有名なのは孫子、後子の制定したものや水滸伝で紹介されたものですが、あまりに煩雑なので割愛させてもらいます。ちなみに18般武芸には、白打を含める場合があり、白打とは素手の技術、いわゆる拳法のことです。霊兵器は肉体の持つ力をエネルギー源とするわけですから、拳法を練ることで霊兵器の威力を増加させることができます。ちなみに明代の名将と言われた石敬瑚は拳法の練習を極めて重視しており、兵士たちに積極的に拳法の練習に励むように説いています。さて、中国の国家が戦場に送り出す軍隊の規模は時代とともに大きくなっていきます。隋の大号8年、西暦612年に煬帝が高句麗遠征を行った際には、戦闘部隊だけで実に113万人もの大部隊が投入されたといいます。これほどの大軍はヨーロッパでは19世紀のナポレオンの時代まで動員されることはありませんでした。これほど膨大な数の兵士に装備を行き渡らせるためには、大規模な生産力を持った兵器工場が必要です。そこで中国の歴代王朝は専門に武器開発をする行政機関を設けて、首都に大規模な工場を置いて兵器を生産していました。その中で例外だったのがモンゴル族が建てた王朝である元です。モンゴル族は攻略した都市から職人を奴隷として集め、国家が管理する工房の専属の職人として送り込みました。モンゴル族は地方にいくつもの生産拠点を持っていたそうです。ちなみに抵抗した都市の住民は皆殺しが原則でした。やっぱ俺たちは剣王軍だー。モンゴル軍の大規模な征服活動は科学技術の東西交流を活発化させました。それは兵器の技術においても同様で、イスラム世界で実用化されていた平行重り投石器は、海海砲として中国で使われるようになり、また中国で発明された火薬は西方に渡って火器に利用されました。大量に兵器を作るためには兵器を作るための高い技術の他にも、兵器を作る素材である鉄の生産が欠かせません。中国の鉄の総生産量は国家が把握している数字で、東大に約1200トン、総大に約4700トン、明の建国初期に約1万1000トン、最大で4万トンにも達したそうです。大体明の時代まで中国は世界最大の鉄の生産消費国であり、最先端の製鉄、製鋼技術の持ち主でした。中国の製鉄技術の進歩を支えたのは、第一2200度の高温に耐えられる炉が開発されたこと、第二に杭が発明されたことによります。これらの設備によって鉄の生産に必要な高熱が長時間維持できるようになりました。また中国では古くから製鉄の燃料として木炭に代わって石炭が使われ始めていました。石炭は木炭よりも容易に高熱を得ることができ、木炭の場合は原料となる森林のそばに製鉄所を立地しなければなりませんでしたが、石炭の場合はそうした立地条件を気にする必要がなくなりました。漢の時代の銑鉄は炭素成分が 2% 以上含まれるものでしたが、その後は銑鉄から炭素成分 2% 以下の鋼鉄を作る技術が生まれ、秦の時代までには鋼鉄の大量生産が可能となりました。その後も粘りのある良質な鋼の製造技術が試行錯誤研究されていったわけです。さて、では今回のお話はここまでにしたいと思います。次回は中国兵器の中でもオーソドックスな刀剣についてのお話をしていきたいと思います。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。皆様こんにちは。中国古典兵器解説、解説役担当のメイリンです。どうぞよろしく。今回は兵器の中でもオーソドックスなものと言える刀剣についてお話しいたします。まずはじめに刀剣の概念について、日本では刀と剣は同じものとして考えられていますが、中国では刀と剣は明確に区別されています。直線的で両刃のものを剣と呼び、片刃のものを刀と呼びます。一般に刀は猛虎のごとく、剣は百風のごとしと言われ、
これは刀と剣の特徴の違いを表しています。刀は峰の部分を厚くすればかなり丈夫になるので、その丈夫さと重量を活かして力強くぶった切るような動きがしたいとなります。うっふ、なんかぶった切るのっていいですよね。対して剣は繊細な作りをしているので力強く切ることには向きませんが、相手の攻撃を柔らかく受け流し鎧の隙間などに差し込んでいく使い方に向いています。刀剣は非常にポピュラーな武器なので、小説の世界でも刀剣を使うヒーローが多数存在します。有名なのが三国志演義の関羽の青龍偃月刀、北遊記の神武原天上帝の七星剣、方針演義の陽戦の三千両馬刀などです。アイスソードなんて武器もありましたよね。しかし実際の戦場では単兵器としての刀剣はあまり評価の高いものではありませんでした。戦場では弓や槍など間合いの長い武器がメインウェポンとして使われたので、単兵器としての刀剣はそうしたメインウェポンが使えなくなった時のためのサブウェポンの地位にありました。しかし軍船の中や市街地、森林の中では間合いの長い武器はかえって動きが制限されるので、その場合は接近戦に有利な刀剣がメインウェポンとなりました。さて、次は刀剣の歴史についてお話しします。石器時代には石刀というものがありましたが、石は刃を作るのに適当な素材ではないので、この時代に刀剣は発達しませんでした。青銅で道具が作れるようになってからも、刀剣を作るには多くの貴重な金属が必要で、かつ薄くて丈夫な刃を作るためには高い技術が必要だという問題がありました。こうした問題がクリアされるのは春秋時代以降です。刀剣は刀剣に有利な地形である古城や森林の多い南方の呉や越蘇といった国で発達し、鋳造によって大量生産されるようになりました。ちなみに呉越春秋には伝説の剣の達人である越女についての記載があります。越王光線はこの越女の剣術を軍隊に導入し、呉王房を倒したということです。そして刀剣は時代のニーズに合わせて変遷していきます。春秋時代から前漢ぐらいにかけては剣がよく使われていました。しかし漢の時代に騎馬民族との抗争が勃発すると、剣は次第に廃れていき、代わりに馬上で切ることに特化した刀が普及していきました。宋の時代になると剣はほぼ戦場から姿を消し、長江刀と片手持ちの極刀が戦場の主流となりました。ちなみに長江刀の有効は重装騎兵に対抗するためだったようです。明の中期から末期にかけては、倭寇によって日本刀の威力が知らしめられたことによって、軍隊の装備として日本刀が採用されることになりました。しかし清の時代になると両手持ちの日本刀は姿を消していき、片手持ちの中国刀へと回帰していきます。以上が刀剣の大まかな歴史です。次に刀剣のそれぞれの種類を見ていきましょう。まずは大刀です。大刀は広く長い片刃の刀身に長江をつけたもので、両兵器に分類されます。重い刀身による斬撃はただ単に切るというよりも、強烈な打撃力も上乗せされているため、叩き切る、といった方が良いでしょう。ああ、私も叩き切りてたとえ相手が丈夫な外交を着ていて切ることができなくても、打撃によって外交の上からでも強力なダメージを与えることができます。大刀の刀身は鋼鉄ですが、岩木でできており、末端には鉄製の石突きがついています。全長はだいたい 2-3 メートル前後で、重さはだいたい18から24キロです。三国志演義で有名な青龍偃月刀は大刀の中でも最も重く、50キロ以上の重さがあったと言われています。ですから青龍偃月刀は実戦で使われることはほぼなく、鍛錬用、騎乗用であったと言われています。しかし、青龍偃月刀よりも細身の刀身がついた備前刀は、実戦でよく使われた刀です。次に、大刀の歴史についてお話ししましょう。戦国時代から前漢にかけて、鉄の製造技術の発展によって剣が強大化していきます。そして強大で幅の広い剣に長江を取り付けた、斬馬剣、が登場しました。これが大刀の祖先にあたるものです。刀身の時代の書である、新書、によると、西暦323年に武将の陳安が七尺の大刀、竹八の蛇鉾を使って奮闘したとあります。これが大刀や蛇鉾が初めて史書に登場した時であり、この時代までそれらの武器は存在しなかったと考えられています。つまり実際の関羽や張飛は青龍偃月刀も蛇鉾も使っていなかったわけですね。宋の時代の武経総要には数多くの大刀のバリエーションが書かれています。宋における大刀の需要はより完成された重装騎兵に対抗するためでした。
例えば宋軍と金軍が戦った1140年の炎上の戦いにおいて、宋の将軍である楽器は大刀と大斧を装備した重装歩兵を両翼に配置して、金軍の重装騎兵の突撃を阻止しています。当時の重装騎兵に対する大刀の基本戦術は、まずは比較的防御の弱い馬の足を投げ払い、そのまま切り返して乗り手の胸を撃つというものでした。楽器は兵士たちに上を見ずに馬の足だけを狙えと指示を出し、成功を収めています。宋以降の時代では火器の発達によって重装騎兵の価値は次第に低下していき、大刀や大斧といった武器も、その重量のために動きが緩慢になるといった理由で廃れていきました。明の時代では、大刀は円月刀と黄連刀の2種類だけが使われましたが、このうち円月刀は重量がありすぎるため実戦には使われず、鍛錬用、騎乗用として使われました。明代の軍事百科全書である、武備史を書いた方元義は、この円月刀について、演習中、勇を示すもの、実戦に用いるべからず、と述べています。なので実戦には黄連刀だけが使われました。次の秦の時代では正規兵の内官軍の翼英だけが、長刀、肝心刀、扁刀、古賀刀といった4種類の大刀を使ったそうです。それらの大刀は扱いやすいようにいずれも長さが170センチから240センチと全体的に短めになっています。以上が大刀についての説明です。次は木刀について説明しましょう。木刀も大刀と同じく分厚くて幅の広い刃に長い柄をつけたものです。ただ、大刀よりも全長は短くなっています。刃の長さが45センチから70センチくらいで、それと同じくらいの長さの柄がついています。日本では長巻きに相当する武器だと言えるでしょう。両手で操るため、別名を、宋飛隊と言い、単兵器に属します。単兵器に属する刀剣は基本的に片手で操るのですが、この木刀は両手で操るので日本刀的な趣があります。大刀と同じく両手を使って、巨大な刃で相手を叩き切るわけです。百光雄。さて、木刀の歴史についてお話ししましょう。木刀が出現したのは宋の時代であり、秦末の頃までよく使われました。なぜ木刀が作られたのかについては、大刀の柄を短くして接近戦をしやすくしようとしたという説や、当時、民間での所持が禁止されていた大刀を、柄を短くすることでごまかして持とうとしたという説などがあります。木刀は軍隊よりも民間で使われることの多い武器でしたが、秦は木刀を軍隊の装備として正式に採用しています。また、木刀には太平刀という別名もあって、これは太平天国の兵士たちが木刀を好んで使用したことに由来すると言われています。さすがにテコンダーが使ったりはしませんね。次は次郎刀についてお話ししましょう。次郎刀は幅の広い両刃の穂先に長い柄を取り付けたものです。なので本来ならば、剣、と呼ぶのが適切だと思いますが、珍しいことにこれは、刀、と呼ばれています。主に切ることに使われるため、単兵器の剣よりもはるかに幅の広い穂先を持ち、穂先は先に行くにつれてさらに広くなっています。両刃で先端が3つに分かれていることから、三尖両刃刀、とも呼ばれます。切るだけではなく、この先端を使って突くということもあります。刃の長さは75センチくらいで大刀よりもやや短く、全長は2メートルから3メートル、重さは9キロくらいです。さて、次郎刀の歴史についてお話ししましょう。先に紹介した大刀や、この次郎刀の原型と言えるものは前漢の時代にすでに存在しました。強大化した剣に長柄を取り付けて馬を切るために生み出された、乱馬剣、がそれです。両刃の剣は力任せに切ると折れやすいという欠点がありました。その欠点を補うためには刃を厚くしなければなりませんが、単兵器である剣は刃を厚くすることができませんでした。そこでその欠点を解決するために考案されたのが、長い柄の先に幅の広い両刃の剣を取り付けるという斬馬剣でした。この斬馬剣の伝統を受け継ぐのが隋唐の時代に使われた白刀です。唐の軍隊はこの白刀を多く装備していました。宋の時代の武警装用には、刀刀、という両刃の長い武器が載っていますが、これは白刀の伝統を継ぐものであると言われています。やがて明の時代になり両刃の長柄の刀が次郎刀と呼ばれるようになったわけです。次郎とは西遊記や方針演技に登場した英雄神である次郎神君のことです。次郎神君は小説の中で三尖両刃刀を使って活躍したので、小説の流行によりそのような武器が次郎刀と呼ばれるようになったとのことです。さて、話が長くなったのでここで一旦切り上げたいと思います。
次回は刀剣その2として、今回説明しきれなかった刀剣について説明していこうと思います。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。皆様こんにちは。中国古典兵器解説、解説役担当のメイリンと申します。どうぞよろしく。今回は前回からの続きになります。前回紹介しきれなかった刀剣について解説してまいります。それでは行ってみましょう。まずは剣についてです。剣は両刃の単兵器になります。剣の標準的なサイズは、全長が約90センチ、刃の長さが約70センチ、刃の幅が約 3.5 センチ、重量が約600グラム、というところになります。剣の使用法には、切る、払う、刺す、突く、パリーなどがありますが、基本的に刺すことが中心の兵器です。ちなみにパリーではなくパリーです。大事なことですのでよく覚えておいてください。基本的に剣は片手で使うのですが、左右の手に1本ずつ剣を持って戦うこともあります。このことを武術の世界では、双剣、と呼びます。日本武術における二刀流の場合、両手には代償の大きさの違う刀を持ちますが、中国武術の双剣、または双刀の場合、両手には形も重さも同じ刀剣を持ちます。双剣、双刀、共に一つの鞘に二本の刀剣をしまうという特徴もあります。ですので抜剣するときは片手で2本の剣を抜いてから左右の手に1本ずつ持つという動作になります。これは私個人の見解なのですが、左右の手に同じ重さの武器を持つと、足場が不安定な場所でバランスを取りやすくなるのではないかと思うのです。だから英春剣の八山刀やフィリピンのカリステック、タイのクラビクラボンなど、船で移動することが多い地域には左右の手に同じ重さの武器を持つ武術が多いのかなぁ、などと思っております。話を戻します。一本の剣を片手で使うときには、もう片方の手には防御用の武器。例えば盾を持つこともあります。漢の時代には甲杖という武器があり、これは西洋の万宝種のように相手の武器を防ぐための武器であり、剣と一緒に用いられました。また、戦国時代から漢にかけては強大な剣も出現し、それらは両手で用いられていたと考えられています。さて、剣の歴史についてお話ししましょう。基本的に中国では武器は道具と同じように扱われるので、日本の武器のように名や銘が付けられるということは滅多にありません。しかし、剣と大砲だけは例外でした。名剣には古くから名前が付けられ、宝物として珍重されました。そのためか剣には普通の兵器では見られないような数多くの不思議なエピソードが残っています。伝説によれば、剣を最初に作ったのは皇帝と覇を競った海神の子竜と言われています。現在の研究では、殷の時代よりも以前から青銅器が使われていたことが判明しています。殷から青州の頃までに使われた剣は青銅製のため、それほど長いものが作れませんでした。だいたい50センチくらいの長さだったようです。この頃は戦車戦が盛んであり、戦車の乗り手たちは火や矛といった長江の武器を主に使いました。剣は長江の武器が使用不能になった時に護身用として使われました。まあ、あくまで剣はサブウェポンだったわけですね。剣の他の用途としては、首をはねたり、首はかさばるので代わりに敵の左耳を切り取るために使われました。しかし中国南方の呉や越、蘇といった国では河川や湖水が多いため、戦車よりも歩兵や水軍が発達しました。ですので接近戦に有利な剣がよく使われていました。これらの国では優秀な剣が大量に生産され、伝説に彩られた剣の名将たちも登場しています。例を挙げると、干渉、爆屋を作った後の干渉、遊園、タイヤを作った越の風越し、純金、暖炉を作ったその大屋氏、などです。また、越の光線や後の草などの春秋時代の覇者の銘が入った精巧な剣が出土しています。戦国時代に入ると冶金術の進歩により鉄製の剣が作られるようになりました。特に呉や越の伝統を受け継いだ中国南方の蘇や漢といった国では、非常に鋭利な鉄剣が製作され、天下に名が轟いていました。そういった剣は牛馬を溶断し、硬い外交さえも切ることができたと言います。また、青銅製の剣も改良されて優秀なものが作られ、その最高のものの硬度は鋼鉄に匹敵し、錆を止めるためのクロムメッキも施されていたと言います。戦国時代の剣は技術の進歩により、鉄製のものでは80センチから140センチ、
青銅製のものでも70センチから93センチに達する長いものが作られるようになりました。このような長い剣を作るために、剣の刃の部分と石の部分では違う材料が使われていました。刃の部分には硬い材質のものが使われましたが、石の部分には折れにくくするために柔らかい材質のものが使われました。材質の性質を変えるために、鉄では炭素の含有率を変え、青銅では銅と鈴の混合比率を変えていました。紀元前ですでにこれほど精巧な技術が存在したとは驚きですよね。現在の中国製品は、まあいっか。有名な縁の経過による始皇帝暗殺未遂事件の時、始皇帝が身につけていた剣は、長大すぎて普通の状態では抜剣できず、始皇帝は剣を背中に背負って抜剣し経過を倒したと言います。まあ、その時代にはそれほど長大な剣が作られていたということを伝えるエピソードでもあるんですが、刃物を持って殺意全開の相手の攻撃を回避しまくった始皇帝の体術すごすぎでね。剣が使われたのは戦国時代から漢にかけてが最盛期でしたが、その後はどんどん廃れていきます。その最大の原因となったのは漢と北方遊牧騎馬民族である匈奴との抗争が激化したことでした。匈奴に対抗するために漢は騎兵を多く養成しましたが、騎乗しての単兵器での格闘戦において、剣はあまり役には立ちませんでした。騎乗して格闘する場合、このようにすれ違いざま切りつけるという動きが多くなるのですが、剣の場合、力任せに切りつけると折れる可能性が高くなります。折れにくくするためには刃の部分を厚くすれば良いのですが、両刃の剣では構造上、そうすることが難しかったのです。剣は切るよりもむしろ突くことに向いた武器だと言えるでしょう。それに対して刀は、片刃のため剣よりも製造が容易で、峰の部分を厚くすればどんどん丈夫にできるので、力任せに切りつけることに向いた武器でした。なので戦場での主役は剣から刀へと移り変わっていくことになりました。もっとも、剣の持つ問題点をクリアするために、幅の広い刃に長柄を取り付けた斬馬剣も寛大に出現しており、こちらは後代まで長く使われました。この斬馬剣が壮大に優勢を極めた長江刀シリーズの元になっているわけです。剣は戦場での立場をほぼ失った形になったわけですが、その後も騎乗用や官僚たちのステータスシンボルとして使われていきました。例えば明の高官が軍隊を率いて遠征に行くときには、皇帝代理の印として皇帝から直々に諜報剣と呼ばれる、美しい飾りのついた剣を賜ることがありました。官僚たちも特に戦うわけではないのですが剣を腰から下げて、自らの身分を示していたそうです。また、同郷の儀式には剣は付き物で、同志たちは皆好んで剣を身につけていました。そのためか、方針演技のような物語の世界では、特殊な法力を秘めた剣を武器とする仙人がよく登場します。ここで剣に関するエピソードを5つか紹介しましょう。隠帝の剣について、列子という書には、かつて院の帝王が天下を治めるために使った3本の剣の話が載っています。剣の名前はそれぞれ、眼光、昌栄、昌錬という名前であり、これらの剣は子供が持ったとしても大軍を退けることができますが、人殺しのためには全く役に立たないものです。眼光は、その歯を見ようとしても見ることはできません。振り回してもまるで何もないようで、歯が触れたとしても手応えがなく、切られた方も永遠に切られたことを感じません。お前や、かよー。昌栄は、明け方の白鳥、黄昏時に野に舌を向いてかざすと、形はよくわかりませんが何かがあることだけはわかります。歯で触れるとかすかな音はしますが、切られた相手は痛みに気づくことがありません。昌錬は、歯がまるで太陽の光でできているようで、昼間は影ができますが歯は光を反射することがなく、夜は逆に歯が光を放ちますが、その形はよくわかりません。物を切ると確かに手応えがあり音がしますが、切られたところは何もなかったかのように傷が塞がり、切られた相手は痛みを感じますが、血が流れることはありません。要するに究極の峰打ちみたいなものですかね。二つ目は、明の時代の剣術について。明の時代の軍事百科全書である、武備史を記した暴言儀は、その著書の中で、当時の中国において剣術の伝承が途絶えていたと述べています。なので武備史には、朝鮮にあった剣術のテキストが再録されています。その朝鮮剣術も、もともとは中国から伝えられたものだったわけですが、中国で途絶えたものが朝鮮で保存されていたということには、何か複雑な思いが出てきますね。
三つ目、破山剣について。広域という書にこんなエピソードが書かれています。ある詩人が畑から掘り出した剣を聖域人が100万貫で買おうと約束します。詩人は、そんな値打ちがあるものなのか、と笑い、剣を何気なく庭石に向けます。すると石は真っ二つになってしまいました。これは、破山剣、と言ってただ一度だけ使える剣であり、聖域人はこの剣で宝の山を切り開くつもりだったのです。聖域人は落胆しつつ、剣を10巻で買ったということです。まあ、闇座のゴールドセイントにでも頼んでやってもらえばいいんじゃないですかね。以上で剣についての解説は終了です。次は塔についての解説をしようと思ったのですが、またもや話が長くなって時間が来てしまいました。というわけで今回はここで切り上げて、次回は刀剣その3として残りの刀剣についてお話ししていきます。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。皆様こんにちは。中国古典兵器解説、解説役の明林と申します。どうぞよろしく。今回は前回に引き続いて刀剣のお話をいたしますが、刀剣についての話題は今回で最後になります。それでは行ってみましょう。まずは極刀について。極刀は前漢の頃から南宋の時代まで単兵器の代表として使われてきました。絵にリングがついた刀は、漢字刀と呼ばれ、このリングのことを、刀剣と呼びます。刀剣は刀の重心バランスを整えたり、刀を振り下ろした時に枝手からすっぽ抜けないように、つけられていると言われています。極刀は刀身、刀剣が一体のものとして作られます。刀身には製造された時代における最高の鋼鉄がよく使われました。日本刀でいう鐔に当たる部分のことを、中国では、角、または、五種、と呼びます。角は刀の時代までは基本的についておらず、刀の時代以降は必ずつくようになります。絵には滑り止めのために比較が巻かれましたが、最高の素材はサメ革だったようです。五巻の時代の極刀には、30回の鍛造を経た炭素含有量が 0.6 から 0.7 の鋼鉄製のものがあったそうです。出土した当時の極刀には全長120センチを超えるものもあったようで、そうした強大な刀は両手で操られたと考えられます。これは個人的な感想なのですが、古代からこれほど精巧な製鉄技術を持った国が、近代では農村で粗悪な鉄を量産することになるとはなんか皮肉ですね。極刀は片手でも角が基本で、主に切るために使われました。先が尖っているので、角がある場合には刺すこともできます。角は手を守るという意味ももちろんあるのですが、刺した時に手が滑らないようにするためにも付けられていました。だから角のついていない東大以前の極刀は、あまり刺すことには使われなかったと思われます。ちなみに剣は突き刺すための武器であるため、どんな時代であっても必ず角がついています。さて、極刀の歴史についてお話ししましょう。石器時代にはすでに、石刀が存在し、陰や青州の頃にも青銅の刀が使われました。しかし、青州から戦国時代にかけては優れた剣が生産されたため、刀はあまり使われなくなりました。刀がよく使われるようになるのは漢の時代に騎馬民族である匈奴との抗争が激化してからです。前にも述べましたが、騎乗して単兵器を使う場合、服よりも着る方が主体となるため、折れやすい剣よりも丈夫な刀の方がよく使われるようになったのです。他にも刀が剣にとって変わった理由としては、刀の方が剣よりも安く容易に生産ができたこと。服よりも着る方が技術上の習得が容易であったことが挙げられます。刀についてのエピソードとしては保元の神刀というものがあります。三国時代に職の諸葛亮は部下の保元に命じて3000本の精巧な鋼鉄刀を製造させました。保元は焼き入れの時に使う水の成分によって刀の硬度が変わることに着目し、より高い硬度が得られる川の水を使って焼き入れを行いました。こうしてできた刀は鋭利さにおいて当時の刀をしのいでおり、神刀と呼ばれました。また、五胡十六国時代の家の創建者である角連没没が作らせた刀は、100回もの鍛造を経た優秀な刀で、大家有弱、という名を持ちました。その名には、春秋時代の五とその名剣、丹炉、に匹敵する名刀であると彫り込まれています。ちなみに角連没没は、聡明で美しい容貌であったが残虐で審議にかけ、快楽殺人者であったと秘書に記されているそうです。そし
として南北朝時代の刀匠である貴部海軍が作った蓄積刀は、30枚の外札を切断することができ、この時代では最も優秀な刀と言われています。東大の兵士は8割が刀を持っていたと言います。東大は極刀と極刀が併用されていましたが、刀の官僚が身につける配刀はほとんどが極刀でした。中国の極刀は、北はモンゴルの遊牧民族、西は西域諸国、南はベトナム、東は朝鮮、そして日本と様々な地域に影響を与えました。日本では唐から伝来したこのタイプの極刀が、官僚たちの配刀、そして軍隊の正式装備となりました。現在でも正倉院などには刀の様式の太刀が伝えられています。そしてこのタイプの極刀から、反りを持った日本刀が誕生するわけです。極刀は南宋の時代までは実戦で使われましたが、北宋の時代の書である、武経宗陽には極刀の姿は見えず、極刀の図だけが載っています。つまり宋の時代はほぼ極刀が主流であったと考えられ、南宋以降の戦場からは極刀は姿を消すことになります。以上で極刀についての解説は終了です。次は極刀についてお話しいたします。極刀は刃に反りのある刀のことで、このタイプの刀は極刀よりもさらに切ることに適しています。中国の極刀として標準的なものは、こちらの有用刀と呼ばれるものです。刃の形が柳の刃に似ていることから、この名前がつきました。そして、有用刀に似てますが、有用刀よりも幅広な刀身を持つこの刀は、劉備刀と呼ばれます。バイズ先生によりますと、現在の武術の表演で使われたり、古代中国を舞台にした映画やドラマで使われる刀はこちらの劉備刀なのだそうです。有用刀と劉備刀の区別はかなりややこしいものがありますが、ぶっちゃけ中国人でもよくわかってないことが多いのであまり気にすることではないですね。刀の素材には、刃の部分には硬化処理された鋼鉄が使われ、峰の部分には折れにくくするために柔らかい鋼鉄が使われました。刀の標準的なサイズは、全長が約1メートル、重さは 0.7 キロ以上というものです。極刀も剣と同様に、基本的には片手で持ちますが、両手に同サイズの刀を1本ずつ持つ、双刀、もあります。それでは極刀の歴史についてお話ししましょう。極刀は詩的な表現において、五刀、と呼ばれ、これは五穀の曲がった刀という意味です。春秋時代に五穀の王が、反りを持った刀を作ることを命じ、それが非常に鋭利であったことから、この名が歴史に残ったということです。また、雲南にも青銅器の極刀があったようで、極刀は古くから中国の南方で多く使われていました。その原因は中国南方の環境にありました。南方は山岳や密林が多く、艦隊が作戦可能な湖沼や河川も多くありました。こうした環境では接近戦に優れた極刀が武器として威力を発揮し、また、戦場の工具や伐採用のナタとしても重宝されました。中国で極刀が流行するようになったのは唐の時代からです。国家の版図が拡大するにつれて、南方の諸民族の地域も領土とするようになったのですが、そうした民族は、中国で剣や極刀が全盛の頃であっても、その民族特有の極刀を使い続けていました。現在でも、タイ族、ロロ族、ニャオ族、チワン族などには、その民族特有の極刀が伝わっています。そうした地域を領土とした南朝の諸国では、彼らの極刀を風土に合った兵器として装備として採用し、やがて南北朝の分裂を統一した隋の後を受けた唐によって受け継がれたわけです。宋の時代の武経宗陽に極刀の図が見られないことからも、宋の兵士たちは極刀よりも圧倒的に極刀の方を装備していたというのは明らかでしょう。明末から清にかけて中国では日本刀が大流行しましたが、それでも中国伝統の極刀は日本刀に負けないくらい使われたのです。以上で極刀についての解説を終了します。刀剣編の最後は和刀についてです。和刀とは明の末期から清にかけて使われた日本刀のことです。和刀の標準的なサイズは、全長が約155センチ、刃の長さは約118センチになります。長さでは中国の短兵器に勝り、長兵器とも互角に戦うことができました。切るということにかけては非常に優秀で、多くは両手で操り、攻撃にも防御にも優れています。さて、和刀の歴史についてお話ししましょう。宋の時代、日本は中国に向けてかなりの数の日本刀を輸出していましたが、この頃の日本刀は戦場用の兵器としてではなく鑑賞用の美術品としてのものでした。日本刀が兵器として認識されるようになったのは、倭寇が火縄銃と共にこの日本刀を用いたからです。
倭寇の日本刀は接近戦に大きな威力を発揮し、明軍の長兵器はしばしば穂先を切り落とされてしまい、火縄銃よりも恐れられました。倭寇と戦った赤渓公をはじめとする明の将軍たちは、日本刀の威力に注目し、倭寇と同じように火縄銃種に日本刀を装備させた部隊を編成しました。これが広まって日本刀は明の末期から清の初期にかけて軍隊の正式装備となったのです。しかしここで注目したいのは、明の時代後期には日本式の両手持ち刀術が隆盛し、中国人が書いた日本刀術のテキストも存在したのですが、清の時代には日本式両手持ち刀術はどんどん廃れていき、伝統的な中国式の片手持ち刀術へと回帰していきます。そのことを表すかのように清の時代の刀には日本刀を模してはいるのですが、実質的には中国刀であるような刀が多く見られます。以上では刀についての解説を終了します。これで刀剣についての解説は全て終了いたしました。次回からはまた新たな兵器についての解説をしていきます。次回からのテーマは、馬兵です。力任せに相手を叩き潰したいという方は必見ですよ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価をいただけましたら、私嬉しさのあまり百花してしまいます。次回の動画にも一生懸命取り組んでまいります。どうぞ応援よろしくお願いいたします。よろしければこちらのチャンネル登録をポチッと押していただきたいです。何でもしますから。それでは皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。